末松博之は、日本の元農林官僚で、現在は、東京農業大学農生命科学研究所教授。農林水産省関東農政局長、農村振興局長、経済産業省産業技術環境局長などを経て、農林水産事務次官を経験した埼玉県浦和市出身。県立浦和高校に進学し、剣道部に所属していた。 菱沼義久農林水産省技術総括審議官、作家の佐藤優、J リーグの村井光は高校のクラスの同級生。1983年に東京大学法学部を卒業し、同年4月農林水産省へ入省。1998年には農水大臣秘書官となった。2000年には農林水産省食品流通局企画課。 食品環境対策室長となり、2002年からは内閣参事官として小泉政権時代に総理官邸に出向。2006年大臣官房環境政策課長、2008年大臣官房食料安全保障課長、2010年林野町、林政部長、2014年関東農政局長、2015年農村振興局長を歴任した。抹消は、 諫早市に出向していた経験もあり、農村振興局長時代は、諫早湾管託事業での堤防問題では、人頭指揮を取ることになった。2016年には、農林水産省と経済産業省で、初の局長級の人事交流が実施され、経済産業省へ出向し、産業技術環境局長に就任。工業標準化法を産業標準化法にする。 法改正をするとともに、経産省の人工知能研究政策、地球環境政策を統括した。2018年59歳の時に奥原正明次官の公認として、農林水産事務次官に就任。農林水産事務次官は、時期次官の指定席である水産庁や林野庁の長官から昇格してくるのが、 慣例になっていたが、奥原正明に続き末松広之と二代続いて、異例の人事だった。このイレギュラーな人事は、関税や補助金などの過保護政策によって弱体化して、行き詰まった日本の農政の抜本改革を行う目的があった。農水省での勤務の傍ら、大学で客員教授として講義を行い、グロービス経営大学院のシンポジウムで農業の 産業化を講演するなど、古い慣習に束縛されない、行動派とされる。前任の奥原に引き続いて、農政改革の第2ラウンドが主な仕事となった。抹消は、事務次官就任前から、頑張らない農協は、淘汰されるのが大切だ。競争で生き残る農協が充実することで農業が良くなると公言してきた。事務次官になってからも、 磯林市長の宮本昭雄市長らと連携し、多発する訴訟や有明海の漁業再生に尽力した。2020年8月、農林水産事務次官を退任。大学教授の傍らフードデリバリーサービス、協会代表理事、企業顧問などをするとともに、全国の農業者の応援活動を行っている。ありがとうございます。